クレーゾーン金利。クレーゾーン金利とは、日本において2010年、平成22年6月18日施行の貸金業法及び出資法改正前に存在した利息制限法に定める上限金利は超えるものの出資法に定め上限金利には満たない金利のこと。利息制限法によると、利息の契約は同法で定められた利率を超える超過部分は無効とされている。 消費者金融、サラ金、マチ金や、審判会社、クレジットカード会社の多くはこの金利帯で金銭を貸し出していた。しかし、質屋業者は、現行でもグレーゾーン金利の司法判断が割れていて、この金利帯で金銭を貸し出しをしているのが、一般的である。まず、利息政権法では、金銭を目的とする消費対策上の利息の契約、利息契約は、 その利息が下記の利率により計算した金額を超えるとき、その超過部分につき無効と定める利息制限法上1項。これが利息制限法に定める上限金利となる。利息の超過部分は無効となるため支払う義務はない。もっとも超過部分を利息として任意に支払った場合には、その返還を請求することができない同法1条2項。 ただし、2006年の改正により現在では、この2項の規定は削除されている。次に、貸金業法、急称、貸金業の規制等に関する法律は、登録を受けた貸金業者が号として行う利息契約をした時に、利息制限法に定める上限金利を超えていても、下記の条件を備える場合、買いが利息の債務の弁済とみなすと定めていた。 同法四十三条。これを、みなし弁債という。この条件を満たして任意に利息を支払った場合には、利息制限法に定める利息の超過部分も、元本の弁債に充当されず返還を請求できない。みなし弁債は、登録を受けた、貸金業者以外の利息契約には適用されない、点に注意されたい。貸金業法条は年月日に、 廃止された。さらに、出資法、出資の受け入れ、預かり金及び金利等の取締りに関する法律は、金銭の貸付を行う者が合として、金銭の貸付を行う場合に、年29.2%、ウルード氏には年、年29.28%、1日あたり0.08%を超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の、 懲益もしくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれを経過する。と定める、同法5条2項。通常、この年29.2%が、出資法に定める、上限金利となる。出資法に定める、上限金利を超えて、利息の契約をすると、契約しただけで刑罰が課され、貸金業の登録取り消し、業務停止等の制裁が課されるため、 多くの貸金業者はこの金利を超えて貸し出すことはない。一般に、この金利を超えて貸し出す業者を闇金融業者、闇金という。非貸金業者、日掛金融、電話担保金融においては、特例があり年、年54.75%、ウルード氏には年、年54.90%、1日あたり0.15%が、利息の上限となっている。 昭和58年法律第33号改正不足発行、14項貸金業登録番号には括弧内の数字が登録回数を示しているが、この特例が適用される業者には、数字の前に N をつけて、例 N3 識別している。2010年6月18日の改正法施行で、出資法の上限金利を20.0%とし、非貸金業者、 電話担保金融の特例金利は廃止された。7夜に対する出資の受け入れ、預かり金及び金利等の取締りに関する法律、昭和29年法律第195号第5条、第2項の規定の適用については、同行中20%とあるのは109.5%、2月29日を含む1年については年109.8%とし、 一日あたりについては0.3%と、する。と、同法第5条の4第1項中、貸付または保証の期間が15日未満で、後期は、これを15日として利息または保証料の計算をする、ものとする。とあるのは、月の初日から末日までの期間、当該期間の日数は、その月の歴日の数にかかわらず、30日とする。を一期として、 利息を計算するものとする。この場合において、貸付の期間が一期に満たないときは一期とし、二以上の月に渡るときは、その渡る月の数を木の数とする。とする。質屋については、出資の受け入れ、預かり金及び金利等の取り締まりに関する法律、第五条第三項、第八条、第二項及び、第九条第一項、第二項の規定は、適用しない。 利息制限法一条一項に定める上限金利を超え、出資法に定める上限金利に満たない金利帯をグレーゾーン金利という、登録を受けた貸金業者であれば、要件を満たせばグレーゾーン金利による利息を受けることができ、利息制限法一条一項の上限金利は簡単に踏み越えられることになる。 このようなグレーゾーン金利を発生させる仕組みは、貸金業の統制を図るために整えられた面がある。すなわち、登録を受けた貸金業者に対し、監督官庁による厳しい規制という無知と、その代償として、グレーゾーン金利による利息を受けやすくするというアメの役割を、それぞれ果たしているからである。しかし、任意の支払いを認めた、利息制限法一条二項や、同法、 出資法制提示、共に昭和29年の国会会議録からグレーゾーンではなく任意ゾーンと呼ぶべきだとの意見もある。これにつき、旧社団法人神奈川県貸金業協会は任意ゾーンと呼ぶことを求める決議、平成17年10月14日を行った。 http://www.k-k-asikin.or.jp:/ni-n-i-z-o-n-e.html 出資法の上限金利を20.0%に改正した後のグレーゾーン金利は行政処分の対象となり改正前とは意味合いが異なるこのグレーゾーン金利に関して裁判所は 債務者に有利な方向で解釈する姿勢が強く現れている。平成18年2006年2月、貸金業の監督を行う金融庁は、平成18年1月13日に出された最高裁判決を受けて、貸金業規制法施行規則、内閣不令の改正を行うことを表明した。ただ、グレーゾーン金利の撤廃については未定とした。また、 同年4月、金融庁総務企画局長の指摘懇談会、貸金業制度等に関する懇談会では、グレーゾーン金利の撤廃について、意見の一致を得た。撤廃後に、どの程度の利率で、制限するかについては、出資法の上限金利、年29.2%を、利息制限法の上限金利まで引き下げ、それ以上の金利で融資した業者に刑罰が課せられる。 制度とすること望ましいとする意見が多かった。自民党は、増原義武を委員長とした自民党金融調査会貸金業制度等に関する小委員会を設置した。同年9月、金融庁がまとめた貸金業規制法改正案が明らかになったが、その内容は貸金業制度等に関する懇談会の答申にほど遠く、 特例金利の撤廃までの猶予期間を9年間とし、その間は現行のグレーゾーン金利をほぼそのまま維持するという内容だった。その背景には自民党金融サービス制度を検討する会、天理明代表所属議員を中心とする、属議員の圧力が存在する、いわれ、同会顧問を務める安岡沖春、元法務大臣は9月8日の TBS、ミノモンタの朝ズバ。 に出演して、特例金利の維持を訴えた。また、同会事務局長を務める西川き也元郵政民営化担当副大臣は民営化後の、郵著資金を貸金業界に流すべきだと主張した。こうした動きに対し、後藤田正澄、内閣府金融担当政務官が、金融庁案は、金業界への妥協の産物であると反発し、政務官を辞任した。 安倍晋三総理大臣は、第165回予算委員会において、野党、枝野幸男の答弁に答え、消費者の利便ということも考えなければならないとし、グレーゾーン金利の即時撤廃については、慎重な発言をしてた。右予曲折を経て、最終的に内閣より、議会に提案された、法案では、方向不も3年後をめどに、 出資法の上限金利を20%に下げるとともに、貸金業法の上限金利を利息制限法と同一とし、みなし弁済の廃止、日掛金融の特例金利の廃止、総量規制の導入が盛り込まれた。同法案は、衆参両院で全会一致で可決され、2006年12月20日に、交付、2007年12月19日に施行された、上限金利については、 2009年12月19日をメドに引き下げされる見込みである。グレーゾーン金利を撤廃すると消費者金融の貸し出し金利が下がることで融資の際の審査が厳格化し消費者金融に融資を断られた人が闇金に手を出すと主張し撤廃に反対した。また自民党では金融調査会長を務める金子和義元行政改革担当大臣が 同様の主張を行い、グレーゾーン金利を擁護した。グレーゾーン金利が禁止された方向府、施行後は、大手を中心に貸出金利を引き下げた。貸金業法、カップ販売法の改正に合わせ、カードローンからの利益が大きい審判会社、クレジットカード会社などでも対応を迫られ、分割払い、リボルビング払いなどの金利を1%、数引き下げる号が、 相次いだ。過払い金返還訴訟により、その引き当て金の形状に各社は悩まされることになった。また、毎月のリボルビング払いにおける支払い設定額を下回る利用への金利、次回の支払い時に全額返済が完了する場合に対しては金利を儲けない場合が多かったについて、金利が発生するよう改正したサービスも見受けられる。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。